ということで今回はですね、しりとりで卓球していきます。はい、ルール説明しますね。針をしながら、はい、自分が打つ前に相手が言った文字に対してのしりとりを返す。これが返せなかったらマイナス、負けとっていうルールになります。マイナスってのは、すいません間違えました。はい、で、もちろんラリーができなくなってボール打てなくなってコートに出てしまってっていうのもマイナスになりますので、マイナスじゃない、相手に1点になりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。7点取ったら勝ちです。サーブは1点ずつ、1点ずつ交代交代で、最初のサーブジャンケンに切ります。よし、最初から、はい、勝ちました。確かに。おいおい、よろしくお願いします。お願いします。はい、沖縄縄やばい、ワンでしょ。やりました。え、ちょっと待ってください。あの、ワードを変えてしまったの、ね、ちょっと待ってくださいよ。ごめんなさい。しりとりとかの話じゃないじゃないですか。いきます。はい、どうぞ。ガンダム、ムムムカデ、ちょっと待って。これどうですか。どうしますか今の。ダメですね。じゃあ1対1です。ありがとうございます。枕、ラッパ、パンツ、積み木、辞書で調べてください。カメメ。あ、ないです。カメメ。カモメを言おうと思いました。あ、そうです。噛みました。何、こんな感じでしたね。お肉サンダル、ブレル、チョレイ、めっちゃチョレイ、サンダル。いきますよ。パリセリを調べてください。パリセリありますかね。きっとないと思うんですよ。あ、わ、むずいわ、これ。じゃあ、ちょっとハンデあげる。いや、もう来た。皆さん、ハンデもらいました。やっぱさ、サーブ有利だから、言ってから打ってやる。来た、これもらったぞ。パイナップル、あ、ルーレット、オッケー、イルカ、スリン調べてください。スリンないです。スリン、うん、しかも運がついてるから、ね、スリン。そうです。うわー、もうさー、ね、うん、うん、ダメですよ。マッチポイント、マッチポイントです。はい、ちょっと何か久々に勝てる気がする。前回勝ったのが八百長で、左手でやったやつで勝ったやつぐらいですから、つまり勝ってないので、初勝利に大手かかってます。ってこい、張本くん、難しいワード振ってこい。ちょれ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 、いきます。ペットボトル、あ、どうもですけども、ちょっと待って待って、うん、ちょっと今の字幕言うの、いや、の大変じゃん。呪文アドモース、それはもう。あんって言いましたよ。ルールないのよ、あんなの。ルゼネで。ペットボトル。クワ、ルーレット。トピー。理由が、さっき出た。カメラ。うわー、カメラ、カメラの悪い気がする。カメラは良くなかったな、この時期、このご時世。カメラは良くないよ。さっきと同じ。一眼レフにしてみようか。見てる人は一方的すぎてつまんないから、水嶋が、ね、尺取ってんだって、まさにその通りなんですけど。いや違います、ガチでやってます。二人ともガチです。いきます。ラケット、お、ちょっと待って、待って、何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 、やべえ、出てこねえ、急に出てこねえ。トイザラス。
ていう。しかもアウト。しかもアウト。じゃあもう2点ぐらい。そうですね。でも、ということでですね、結果は8対3ですね。そうです、間違いないですね。8対3は、はい、間違いない。間違いなく水島が勝ちましたね。ありがとうございました。おはははははは、チョレイ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 、次回もこうご期待お願いします。お願いします。